皆さんこんにちは、コーヒージャーナリスト岩崎泰造です。今年もやってまいりました、円錐ダービー2023。そしてもう目の前に並んでいるこの出走ドリッパーたち、個性派集結して、これどうなってるのという視聴者の方もいらっしゃると思うんですけれども、かなりユニークな面々が揃ってきております。この円錐ダービーの企画はですね、2021年に始まりまして、第1回、第2回、そして今回は第3回となりますが、もう毎回すごいドラマありましたね。泰造 YouTube チャンネルの中でも本当にこの企画人気でですね、どの動画が一番好きですかなんて話題の中で、円錐ダービーがやっぱりもう抜群に面白いっていう風に言ってくださる方多いんですよね。アッピーさん本当ありがとうございます。編集はめちゃめちゃ大変なんだと思います。めちゃめちゃ大変というね、通常の10倍ぐらい大変な編集になってると思いますがまあ本当ね、私自身もこの企画はもう毎回どうなるか、いやこれね、どうなるか結果が楽しみっていうだけじゃなくて、自分がその器具と単独で語り合っている中でこう気づいている特徴、このドリッパーはこういうスピード感だって思ってる、まあ、その自分の中の概念が崩されるとガラ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 と、これはね何なんですかね、コーヒーがいかに不思議でいかに面白いかっていうところをまあ表現している一番大きいところなのかなっていう気がします。まず第1回の円錐ダービーではもうフラワードリッパーがまあ元々のね評判の通り圧勝でしたね。1分10秒台というすごいタイムを叩き出して、そして第2回昨年開催した円錐ダービーではフラワードリッパーは1分30秒までタイムを落としましてですね、まあ、その間にクリスタルドリッパー優勝で、僅差でもう鼻ぐらいの差でですね、金筒が2着という、今回金筒は出てませんけれども、まあ、過去の2回の円錐ダービーの覇者フラワークリスタルがまあ今回も出走ということにはなっております。まあ、2回目でフラワーのタイムが落ちたのはなぜかと、でここが非常にこの企画の面白いところで、どんなコーヒー豆が中に入っているのかによって違うんだと、それはコーヒー豆のメッシュにもよりますし焙煎度にもよりますし、まあ、端的に言うとですね、コーヒー豆がどのぐらい膨らむのか、どのぐらいお湯を吸い込むのか、どのぐらい浮かぶのか、本当に複数の要因によってスピードって変わっていくんですよ。だからこの道具は早いとか遅いとか一概には言えないんですよね。中に何を入れるかによって変わってくる。今回は第3回ということで、どんなドラマが待っているのか、もう今からちょっとね胸が高鳴っているところですけれども、ぜひ皆さん最後までお付き合いください。さあそれでは行ってみましょう。さあそれではパドックです。まず1番、こちらは皆さんパッと見て分かりますか？こう寄っていただくとハリオってねロゴ入ってますよね。これハリオの通常 V60 じゃないんじゃないかっていうふうに思いの方いらっしゃると思いますけども、ハリオの V60 は第1回の円錐ダービーで髪が張り付きまくてですね、タイム全然上がらなかったんですよ。すごい速いドリッパーってイメージあったんですが、意外と速くなかったよというね。で今回はまあリベンジということで、ハリオから W60 と、これはバリスタチャンピオンのピート・リカタさんがまあデザインしているというか、まあシグネーチャーモデルとして出されているドリッパーなんですけれども、見てください、この内側のリブ、わあ、強すぎますよね。立ち上がりがすごいこのエッジがこれはね相当髪浮きますよ。隙間ができますから空気も抜けまくるしね。でこれは V60 に対して、まあ、味を変えていってるっていうだけではなくて、まあ、基本的にこういう付属するメッシュフィルターをここに加えて、メッシュでこしてもいいし紙プラスメッシュっていう手もあるよと、でいろんな味のバリエーション出していこうというかなり面白い道具なので、まあ、そのうちに単独の、ね、レビュー動画も上がるんじゃないかと思います。そして2番、こちらは第2回の覇者クリスタルドリッパー。なんとクリスタルドリッパーの特徴としては、第1回円錐ダービー、第2回円錐ダービー、どちらも全く同じタイムで走り切っていると。その他の馬がやはりタイムにブレが出ているのに対してクリスタルは全くブレない。今回は1回目とも2回目ともまた違う馬場の状態になりますから、というのはコーヒーの豆のコンディションが変わってきますから、まあクリスタルが何分何秒で走り切るのか、これも見どころですね。
そして3番、こちらは第1回の覇者フラワードリッパー。フラワードリッパーは第1回コロンビアのシティロースト焙煎後5日目の時にかなりの好タイムを出したんですが、第2回塩水ダービー、こちらブラジルの焙煎後3日目、シティローストの3日目ですからかなりガスの保湿が多い、めちゃくちゃ膨らむ、その膨らむコンディションの豆、そのババにおいてかなりタイムを落としてしまったと。今回はどう出るのか、これまた楽しみですね。そして4番、こちらですよ、ダークホースにも程があるという感じでですねどういうことなのかちょっと事態がつかめてない方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、今回はですね第3回の開催ということで、まあ、特別にこういった趣向で、招聘してみました。スリーリバースさんが手掛けるセラフィルターですね。こちらはセラミックフィルターですからペーパーなしで、まあ、抽出するようになってるんですけれども、この多孔質のこの素材そのものがフィルターになっていると。でこれはここに並べるべきなのかどうなのかという論争がチーム内でもかなりあったんですが、まあ塩水系をしてるから塩水ダービーに、まあ、一度は出走していただこうじゃないかというところで今回は特別に入っております。まあ、どんな走りを見せてくれるのか。そして5番、これはタイムモアですね。タイムモアのドリッパーはまだうちのチャンネルではレビュー上げてないですけれども、もう相当前から持ってるんですよ。でこのドリッパーの中のリブの形状、これ独特ですよね、うん、深いのか浅いのかよくわからないよと。で意外とこの下の方に行くと深くなってるんですが、上の方はかなり平べったいんですよね。でこれって膨らむコーヒー豆入れた時にムチッと紙が膨張してですね、紙というか、まあ厳密に言うとコーヒー豆が膨らんで、まあ、かなりペタッと張り付くようなタイプなんですね。ただし、まあ、このタイムワンにしかない独特のスピード感っていうのを見せてくれる可能性があるなというところで、今回ですね基本的に2杯から4杯取りの、まあ、ドリッパーで揃えているというところなんですが、まあ、このセラフィルターに関しても、まあ、4人まで取れますよというコンセプトで作っているもので、でタイムモアに関してはですねもう一つ上のサイズもあるんですけれども、今回はこの不思議なリブの形状とこのガラスの材質のこの滑らかさで、ここら辺がどういう戦いをしてくれるのかというところで若干サイズ感は異なってますけれども、あえてこの状態で出走していただきたいと思います。さあ応援の旗がこれ旗めいてますねこれベネズエラでね買ってきた布のフィルターですけれども、まあ、元祖塩水ですよ。まあ、ここから人間のコーヒーのドリップのね歴史は始まっているという、まあ、原点となるフィルターに見つめられる中、行ってみましょうか。まずはじゃあルール説明、そして、間もなく出走となります。さて今回のルール説明になりますけれども、使用豆はこちらになります。第1回がコロンビア、第2回がブラジルとなっておりましたが、第3回はコロンビアとブラジルのプレミックスブレンドでいきます。基本的には1回目と2回目とほとんど同じような条件ということになりますね。焙煎度としてはシティからフルシティにかけて、まあ、いわゆる深入りですよね。うん、まあまあの深入りというところですかね。こちらをですね、なんと今回は焙煎後10日間エイジングです。第1回目は5日間エイジング、第2回は3日間エイジング、かなり若い状態のババで走ってもらいましたけれども、今回はですね、まあ、10日間寝かしているってことは、まあ、ガスの発生量もそこそこに減少している頃だと。まあこういったいわゆる一般的に家庭で出会うことの多いコンディションの中でどういう走りを見せるのか、これは過去に何度も戦ってきているここら辺のドリッパーもですね、クリスタルフラワーもまた違うような状態で戦うことになりますから、結果かなり楽しみですよ。さあこちらの豆を 30g、グラインドいたしまして、メッシュとしてはいわゆる中入りですね。でこちらに対してまず最初に 100cc のお湯を注ぎます。これはいわゆる蒸らしのような感覚で一気に注ぐ、ただとにかく早く 100cc 注ぎ切るというよりは 100cc を表面にまんべんなく、まあ、馴染ませてあげると、いわゆるちゃんとしたドリップの蒸らしをしようねということで、まあ、30g に対して 100cc 注ぐっていうのはかなり多めですけれども、今回はですね、全体的にコンディションを均一化させるために 100cc 最初に注ぎます。その後30秒間の蒸らし時間を経て 350cc を最速で注ぎ切る、
この最速で注ぎ切るというのも、まあ、塩水ドリッパーの特徴としてはですね、まあ、全方位に対して均等に、まあ、お湯が流れていくことが前提となってますから、あまり雑にならないように、まあ、コーヒー豆の膨らみに合わせて最低限美しい形をキープした状態での最速注ぎ切り。でこちらの容量が少し少ないものに関しては350が一気に注ぎ切れないことが想定されますので、まあ、こういったタイプのものに関しては、縁まで行って容量いっぱいになったらその後は細く注ぎ続けて、まあ、なるべく早くお湯をこちらのドリッパーの中に移そうと、まあ、そういった考え方で臨みたいと思います。そして、今回はですね、仕上がりの量中等量ではなくて、最後に出来上がった液体の量で、ゴールの判定をしたいなと思っておりまして、なかなかこの最後ポタポタポタとゆっくり落ちてきている時間帯にどこがゴールインだったのか、どこがゴールだったのか、かなり判定が微妙になるケースがこれまでのね2回でありましたから、まあ、今回はですねその量を定量になった瞬間に外すと、最後の一滴まで落とし切らないというタイプですね。中等量は全て揃えるんですけれども、中等量とは別に抽出された仕上がり量、こちら 360cc ということで規定させていただきたいと思います。さあルール説明はこのあたり、まもなく出走の時間でございます。さあ始まりました。どうでしょう、まず最初の注ぎ 100cc ほぼ同時にフィニッシュですね。おお、セラフィルター、粉面が美しい、素晴らしいですね。先ほどお伝えし忘れましたけれども、今回もペーパーは全て同じものを使ってます。カフェックさんのアバカプラスですね。さあ30秒の蒸らしの時間、ここら辺の液量も結構出方に差がありますね。おー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 、入りました。すごい。おー、サンキュアリタセラフィルタムチムチタイムモアも、うわ結構入りますね。やっぱり W60 の許容量すごいな。これ一応4杯分だっていう風に謳われてると思いますけども、おークリスタルのスピードすごくないですか。マジで早送りしてないアッピー、これクリスタル早い。どういうことだこれ。クリスタルフラワーやはり早い。サンキュアリタもそこ追いかける。W60 ずいぶん失速してきたね。これ最初すごい勢いで太く出てたけども、クリスタル優勝、さらにペース上げてきたんですね。おお、そして第2位は2着はどちらか、フラワー。おお、そして、お、サンキュアリタが3着に入りまして、W60 すごい失速だこれは。どうだどうだ、いつ抽出が終わるのか。タイムモア VS W60、 かなりこれは際どい戦いになってきました。どうかどうか、タイムモア仕上がったか。来た、4着タイムモア、そして一番先行していた W60 まだ仕上がらない。この辺りで5着2分ジャスト。うおー、失速しましたね。クリスタルさらにスピード上がってるの、うん、うわ、この1位2位3位のスピード感すごいですね。速っ。いやーすげーなこれ。皆さんいかがですか、予想的中という方もいらっしゃるでしょうか。いや、これはね、セラミックのサンキュアリタセラフィルターはかなりスピード出してくるんじゃないかと思ったんですよ。もう全面からね、液体が出てきますから。ただ意外とスピードをいわゆる塩水ドリッパーに合わせてきてるってところがあるんですね、これきっとね。あえてスピード上がりすぎないように。そして意外とタイムモアも W60 も前半早かったけど後半失速。いやーすごいドラマが今回も生まれましたね。
このダブル60は1分とかで上がりそうなペースで来てたんですね。最初クリスタルとほぼ同じぐらいの感じでしたもんね。ちょっともう一回いいですか、もう一回見ましょう。入った。ダブル60は多分注ぎ切りも一番早かったしね。おお、すげえ早いってこの時点で。うん、そしてここら辺で言うとフラワーとクリスタルはドリッパーの容量に対して、まあでもダブル60が見えてないからな。さあここで注ぎ始めて、うん、で W60 は早いよね今、うん、早い早い。この時点ではまあかなりトップを走ってる。うん、いやクリスタルとフラワーのこのスピードの安定感もすごいですね。ただもうこの辺りでクリスタル結構抜けてきてるのか、うん、タイムモア遅い。だってこの段階でタイムモアと W60 はすごい差があるけど、このあと W60 がどれだけ遅くなっていくのかっていうところだね。これはこの辺で遅いですか。うん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 。おお、クリスタルとフラワーほんと熾烈な戦い、うん、まあでもクリスタルは結構最後まで落ちないね、ペースが、うん、安定してる。第1回第2回よりも早かった。そしてW60 が心配になってる頃だこれ俺が、うん、でフラワー2着で入って、まあ、ほぼ同時と言っていいぐらいセラフィルター入りましたね。さあ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 、おお、ちょっとここうーんって感じで、後ろにいるコーヒー愛しすぎた感じのおじさんがちょっとなんか心配になってきてる感じですね。おお、もう最後は完全に、なるほど、こういうこと。ツインターボ状態、これだけ早そうで、うん、ね、結局でも出口の方がリブが少ないんですよ、うん、これ結構ですね、クリスタルでもそうなんですけど、出口に近づくにつれて、まあ、相対的に、まあ、高くなっていってるってケース多いと思うんですが、これはだんだんなだらかになっていくとか、まあ、真ん中が一番深いんですよね、溝は。不思議。うん、これはおそらくこのスピードの前半と後半でスピードが変わってくるっていうところは、まあ、このドリッパーの壁面に対してどれだけの粉がどのゾーンに密集してるか、まあ、最初に一気に上げてますから、これは通常のいわゆる美味しく入れるための入れ方と異なりますので、まあ、入れ方によってそういう特徴が出てきてしまっているということは一つあると思いますから、もちろんこの入れ方が今回のね、円錐ダービー第3回のルールとして、全て均一でやりましたけれども、全てのドリッパーにフィットしている最適なやり方とは言えないと、まあ、これ前提になってます。でその上でですね、まあ、粉の層がドリッパーの壁面のどのゾーンに堆積しているのか、張り付いているのか、まあ、ここら辺が相当影響してきているのかなという気がしますね、まあ、あとはですね、第1回第2回の円錐ドリッパーの際にもいろいろと解説させていただきましたが、まあ、こちらは円錐ドリッパーのこの形状、リブの形状ですね、でこの形と彫りの深さだけではなくて、まあ、穴の大きさ、これによってもかなり変わってくると。ただ穴が大きい方が早いわけではないってことがもう実証されてますね。これはクリスタルはかなり穴狭くなってますけれども、まあ、スピードが今回も抜群だったと。いや本当にね、不思議な複雑な要素で変わってくるんだなと思い知りますね。いやーアッピーさん、予想はどうでした？予想外ですよね。やっぱW60強そうでしたもん、ね、この強そうな顔は、うん、ピート・リカタさんの顔もなんとなくこうねオーバーラップしてしまって、もうこれ圧勝なのかなと思いましたけど、いやすごいですね。セラフィルターも水の通し方すごいから、もっと早いのかなと思って。そうですね、セラフィルター使ってる？あ、使ってないですね。セラフィルターはもともとコーヒーをドリップするだけじゃなくて、まあ、水とかお酒とかいろんなものをこれでろ過することによって、そもそも液体なんでも美味しくなるよ、まあ、それちょっとね不思議で特殊な成分を持っているドリッパーなんですけれども、
まあ、こちらは目の粗さ的にもうちょっと粒度の粗いこう石というか砂というかね素材を使えばもっともっとスピードを上げていくってことはできそうですね。このドリッパーっていうのはやっぱ不思議なものでどうやってこの速度が変わってくるのか、まあ、それを理解することがもうコーヒーの抽出にとっては本当に重要な要素なんですよね。今回はまあ競争という観点で5種類並べましたが一つ一つのドリッパーに対して、まあ、このドリッパーはこういった特徴があるからこのスピード感で注いでいくのが一番いいだろうと。もちろんフラワードリッパーに関してもクリスタルドリッパーに関してもオフィシャルの入れ方をね教えていただいているってこともありますし、まあ、それぞれのドリッパー固有の入れ方っていうのがまた別にあるとしてなぜそうなのかそれを読み解くために今回のこの円錐ダービーも皆さん参考にしていただければ嬉しいなと思います。さあちょっと飲んでみましょうか。せっかくですからね、まあ、あくまでもこちらは味を競い合うそういう趣旨の大会ではないんですが一応これだけ出方が違ったら味変わってくるんじゃないですか、うん、じゃあちょっと行ってみましょう。それでは飲み比べ、まずは1番。うん、マイルドのボディすっきりしててすっげーうまい。うん、これはピート・リカタさん開発者の方が、まあ、すっきり感クリアーさと、まあ、あとはラウンドマウスフィール柔らかいまろやかさが生まれますよってまさにそうなってますね。うん、そしてクリスタル、うん、やっぱり輪郭がはっきり出てくるんですよね。不思議、あれだけスピード速かったのに味はしっかりしてる。うん、凛とした印象いいね。やっぱりそしてフラワー、あーフラワードリッパーのこう自然な感じっていうかナチュラルな感じっていうんですかね、この優しいこっくりとした質感っていうのも独特ですね。ペーパードリップなんですけどなんか素材感っていうか口の中に口当たりの柔らかさっていうんですかね、これ独特。うん、まああとはこちらのセラーフィルター、これは全然違うでしょうね。若干の液体の色の違いもありますしね。うん、香りから全然違う。世界すぎますよこれ。マロ甘、なんでマロで甘いですね。すっごいマロ甘ですね。うん、ちょっともうなんだかわかんないぐらいまろやかで甘みがあってフレーバーがものすごく強く出てる。これやっぱりペーパーでこしてないとあるので味の傾向はねもちろん全然違う。そしてタイムモア、うん、結構味がグッと真ん中に詰まっている印象ですね。芯がしっかりしている、パンチがある、ボディがある。同じぐらいのスピード感だったこの2社を飲み比べても全然違うな、まあ、タイムの傾向だけでは測れない味の違いっていうのはもう明らかにありますね。うん、タイムモアちゃん一番しっかり出てる。うん、まあ何が好きなのかっていうのもありますしどんな豆なのかっていうのもありますしどういう風に楽しみたいのか誰に飲ませたいのか、まあ、入れてからどのぐらいの時間かけて飲みたいのかそのあたりも関わってくるのが、まあ、コーヒーの抽出のレシピの考え方なんですけども、まあ、基本的にこれは誤解を恐れずあえて言わせていただくと早いことはいいことなんですよ。抽出速度が速いことはいいことなんです。これはね一つもう言い切ってしまっていいかなと思うんですね。遅いドリッパーのスピードを上げるっていうのはもうどうしても限界がある。ただし速いドリッパーに対して抽出を遅くするこれは注ぐ技術、注凍技術、そして、まあ、メッシュですね、それからペーパーの選択、さまざまな要素で遅くする工夫はできるんですよ。これは知識と経験、まあ、技術がものを言ってくる領域なので速いドリッパーっていうのは基本的にはプロ仕様っていう考え方をしてもいいかもしれないですね。一般的にはあまり早く出てしまうと味が薄くなってしまう、コーヒーの情報量がしっかりと引き出せない可能性があるので早すぎないように作ってるんですよドリッパーっていうのは。でこの早すぎないように作っているっていうのはあくまでも家庭において、まあ、気軽に簡単に知識なしで入れた時にコーヒーが薄くなりすぎないようにというところで設計されているだけであって、まあ、コーヒーの味作りというね、まあ、どちらかというとアーティスティックなコーヒーの味をどうやってデザインして作って生み出していくのか、バランスをどうやって作っていくのかという、まあ、バリスタ専門家の目線で見ていく、
まあ、いわばプロとしてコーヒーを提供する、まあ、そういった立場の人間にとって、まあ、このスピードがどこまでも速い、でそれに対して自分の工夫と技術によってスピードを本当に微妙な段階で調整して遅く持っていける、こういう考え方っていうのは、まあ、一つこの円錐ドリッパーにしかない世界観かと思っています。まあ、台形のドリッパーですとか、もっと溜め込むようなタイプ、ハリオのスイッチ、そしてクレバードリッパー、まあ、ああいった紳士タイプのものっていうのもコーヒーの世界にはたくさんありますし、フレンチプレス、エアロプレス、まあ、ああいった紳士法をブラッシュアップさせて進化させた器具っていうのもいろいろあるんですけれども、やはりこの透過法の世界観っていうのは、このスピード、着眼点としては非常に大事なポイントになっていると思います。さあ、今回第3回の円錐ダービー、皆さんはどうご覧になったでしょうか。非常にユニークな出走ドリッパーが揃いましたけれども、まあ予想外の結果でしたね。いや、まさかこういうことになるとはな。うん、これちょっといろいろやればやっただけ発見がありそうですね。2023年のダービーはもうこういう流れで、こういう結果で終わりましたけれども、また次回どんな出走馬を迎えて開催できるか、ちょっと今からワクワク楽しみにいろいろと情報収集進めていきたいなと思っております。さあ、皆さん今日も最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。これまでの過去の第1回第2回の円錐ダービーは概要欄の方に貼ってありますので、ぜひとも皆さんご覧ください。そしてそれぞれの器具の単独のレビュー動画、これもいろいろとも上がっておりますし、これからまたね撮っていこうという器具もありますから、まあ、そちらの方もぜひお楽しみにしていただければと思います。さあ、それではまたお会いしましょう。ハッピーなコーヒーライフを。